エスカレーターの乗り方は世界で片方に統一すべきかも。梅田のクソでっかいヨドバシ、今日は金曜だしめっちゃ混んでたんだが、外国人もちらほらいた。上の方の階はファッションエリアなんだが、白人夫婦がいろいろ見て回ってた。その夫婦が下りのエスカレーターで俺のちょっと前にいたが、急ぐ人のために左側は開けておくもんだが、それを忘れてたのか知らなかったのかわかんないけど、階が変わってエスカレーターに乗り直すたびに最初は左側に立っちゃうんだけど、すぐに気づいてさっと右側に寄る夫、その動きを毎度繰り返すので面白くてしょうがなった。チルダヘックドイツ系、スイス人女性チルダヘックさんはもっと評価されてほしい。有島武郎を敬愛し、その勢いで日本びいきになり、戦前から戦後に至るまで日本人のために誠心誠意尽力してくれたそうだよ。1944年にスイスで与謝野茂と会った時にこう言っている。ちなみに与謝野茂とは与謝野晶子の息子で、戦時中は外交官として欧州を回っていた人物です。自分はドイツも好きなのだが、ナチスだけは大嫌いだ。自分はドイツが潰れた後でも日本は相当長く抵抗を続けると思う。その間に私はルーズベルトとチャーチルに手紙を出して、日本人とナチスを一緒に扱わないように言ってやりたいという気持ちだ。自分の友人で自分に賛成してくれ、一緒に署名してくれる確かな人が少なくとも300人くらいはあるのだけれど。それから千恵子はどうしているかしら。先日バックハウスが遊びに来て千恵子の消息を尋ねていましたと、ウィルヘルム・バックハウスから預かった原千恵子宛ての親愛なる千恵子に送ると書かれた写真を与謝野氏に手渡したそうだ。以上、一外交官の思い出のヨーロッパ、与謝野茂著より。